志願兵補充部隊は、イギリス軍における、有志、非常勤の予備役部隊である。正規予備役と異なり、志願兵補充部隊は、招集に応じて即戦力となることを期待できる、退役軍人を含んでいない。その代わり、志願兵補充部隊は、日常的に正規軍と一緒に、訓練や軍事作戦に参加する、民間ボランティアで構成されている。 志願兵補充部隊は定められた任期の間、正規軍人と統合された、連度の高い兵士として、国内、海外問わず、任務にあたる。実際に、ほぼすべての主要な軍事作戦において、国防義勇軍が正規軍たるイギリス陸軍と共に派遣されている。志願兵補充部隊20年勤続すると、VR のポストノミナルレターズの使用が許される。 志願兵補充部隊は大学教練部隊を含んでいる。大学教練部隊は義務兵役ではなくむしろイギリスの大学生に学生連隊という形で軍務への関与と軍事訓練の機会を提供するものである。訓練中のイギリス海兵隊予備員志願兵補充部隊はイギリス4軍のそれぞれに対応して設けられており各正規軍の一部として軍事作戦にあたる。 2012年に行われたフューチャーリザーブス2020の見直しにおいて、志願兵補充部隊を正規軍に統合し、海外派兵への対応能力を高めることとされている。ありがとうございます。